もくもくと上がるキノコ雲。道庁で開かれている原爆被害を伝える展覧会には、札幌東陵高校2年生の有志15人が制作した札幌駅上空に原爆が落ちた想定のジオラマが展示されています。ジオラマは広島への見学旅行に向けた学習をきっかけに、生徒たちが放課後などを使って完成させました。札幌市民が被害に遭うよね。被害っていうかもう被爆しちゃうじゃないですか。本当にね、たくさんの人に見に来てほしいなと思って。作品は展覧会終了後、北海道被爆者協会へ寄贈されます。